雑誌記者の辻出典子さんは24歳だった1998年11月24日の夜、勤務していた伊勢市の出版社で仕事を終えた後、行方が分からなくなりました。通勤で使っていた車が残されたままになっていたことなどから、警察は事件に巻き込まれた可能性が高いとみています。毎年行方が分からなくなった日に合わせ情報提供を呼びかけていて、25年となった今日も辻出さんの両親や警察官ら20人余りが伊勢市内の商業施設でおよそ1000枚のチラシを配りました。去年寄せられた2件の情報に有力なものはなく、年を追うごとに手がかりがつかみにくくなっていますが、警察は粘り強く捜査を続けるとしています。